こんにちは、ココアです。今日はそろそろもう秋になってきて寒くなってきたということで、もうね最近アウターが必要な季節になってきたということで、今回は今年買ったアウターを全て紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ということでまだちょっとアウターの季節には早いかなと思ったんですけど、今回はちょっと早めに今年買ったアウターを全て紹介していきたいと思います。でまだ今年は2ヶ月くらいあるので、12月までまだねダウンとか新しく買い足したいなと思っているんですけど、今のところ持っているアウターを今回は今年買ったアウターとして紹介していきたいと思います。なのでどれもねすごく可愛いものになっていて、これからアウターの必要な季節で皆さんのアウター選びに参考になると思うので、ぜひ最後まで見ていてください。で今回も全てハイブランド縛りで、まあ、今年買ったアウターは全てハイブランドになっているんですけど、ハイブランドのアウターを何着か結構あるので紹介していこうと思います。でも今の時期から着れるアウターから、もうちょっと寒くなってきた冬とかに着れるアウターもいろいろあるので、ぜひ最後まで見ていってください。ということで、もしこの動画が気になったという方で、私の動画のチャンネル登録まだ済んでいないという方がいたら、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしてから見ていってください。ということで早速今回はカメラチェンジをして実際に着ながらやっていこうと思います。それではスタート。はい、ということで紹介していこうと思います。まず今回紹介する今年買ったアウターはこちらです。じゃーん。こんな感じのダウン系からデニムとかコーデュロイのものとかいろいろあって、全部で9着のアウターがあります。でこれが多分今年買ったアウターになるんですけど、こんな感じのアウターになってます。でまずここ4種類のここ4つ、ここまでがモンクレールのアウターになっていて、ここからディオール3個、あとフェンディ、グッチっていう感じのアウターになっています。ということでね、今回はこんな感じのアウターを紹介していくんですけど、まずそっち側にかかっている方から紹介していこうと思います。モンクレールはまだちょっと季節的に早いかなと思うので最後に紹介したいと思います。なのでもしモンクレール好きっていう方、ぜひ最後まで見ていてください。ということでまずの一番端にかかっていたグッチのアウターを紹介していきます。ちなみに今回はどんなアウターにも合わせられる服を選んだということで、この白いワンピースで無地のものを選んで着ているんですけど、ちょっと合わない服もあると思うんですけど、気にしないで見ていってください。ということでまず1着目がこちらの、これはもう夏くらいにめちゃめちゃ早い時期に今年の冬のアウターとして買っていたグッチのデニムの中がこうモコモコになっているアウターになってます。でこれはなんか私の持っているアウターではすごく珍しいし、デニムのこういうモコモコのアウターって初めてぐらいに買うんですけど、こういう感じでデニムなんですけど花柄でちょっと可愛らしさもあって、でもなんかカジュアルな服に合わせると可愛いっていう、これはねなんかこういうフレアなワンピースに合わせるというより、ちょっとタイトめな台形スカートとかと合わせると可愛いデニムのジャケットになってます。でこれはデニムなのでもう今の時期もいいかなと思うんですけど、すごく中がモコモコでフリースっぽくなっていて、こんな感じになっているので、なので冬とかにも全然着られるアウターになってます。でもね、なんか袖とかはモコモコじゃないのでスルッと入って、で結構分厚めのアウターで、上がちょっとダボっと着ることのできるアウターなので、下はタイトめな方がバランス的にいいかなと思います。こういう感じのちょっとグッチ感とかはあんまりないかなと思うんですけど、こういうお花柄とかがグッチらしいかなっていうアウターです。で着てみるとこういう感じのアウターになります。でこれはこんな感じでダボっとこう着てあげると可愛いかなっていう感じなので、今着ている服とはちょっと合わないかなと思うんですけど、これもねまた1週間コーデとかで紹介したいと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。これはもう夏ぐらいに買ってめちゃめちゃ早く買ったんですけど、やっと少しで着れるようになるかなっていうアウター、まだちょっと早いと思うんですけど、こういう感じです。はい、でこれが15万ぐらいとかだったかなと思います。よかったら購入品紹介の動画見ていただけたらなと思います。ということで1着目はこんな感じのグッチのデニムのジャケット
でした。これはデニムなんですけど、中がモコモコでめっちゃあったかくてっていうアウターで、すごく可愛いのにあったかいっていうアウターになってます。ということで続いて2着目紹介していきます。はい、ということで続いて2着目はここにかかっているフェンディのアウターなんですけど、これはちょっと春っぽいアウターになってるんですけど、今年買ったアウターということで紹介しようかなと思います。こんな感じの、これは御殿場のアウターレットのフェンディで買ったので、すごく安くて10万円ぐらいとか、もうちょっと高かったかもしれないんですけど、それぐらいで買ったアウターになってます。こんな感じで後ろがめちゃめちゃ可愛くて、フェンディのロゴがこういう感じでスパンコールであるって感じで、前から見るとすごくシンプルなんですけど、後ろが派手で可愛いアウターになってます。でパッと見フェンディってわからないくないですか。なので可愛いなって思って買いました。でこれはちょっとサイズが大きかったんですけど、アウトレットでラス1だったのでこれでいいかなと思って買いました。でこんな感じでちょっとダボっとはしてるんですけど、丈は短めのアウターになってます。なんか幅とかはすごくあるんですけど、ショート丈なので意外といろんな服に合わせやすいかなっていうアウター。これはカジュアルな服装とか T シャツとか着た時にこれを着ると可愛いので、まあ、秋も今の季節とかは着れるかなと思うんですけど、白いのでちょっと春っぽいかなっていうアウターになってます。こんな感じの白ですごくシンプルな感じに前から見えるので、意外といろんな服に合わせやすいアウターになってます。でこれは夏くらいに買ったと思うので、まだ一度も着られてなくて、来年着ようかなって思ってるアウターになっています。これはアウトレットで買ったので、フェンディのアウターの中ではすごく安めかなと思います。でフェンディのお洋服とかは結構持っているんですけど、アウターはこれが初めて買ったものになっていて、フェンディの持ってるアウターはこれ1着って感じになっています。でこれも着てみると、デニムのジャケットはまだあと1着あるので、ぜひ最後まで見ていってください。でこれを着てみるとこんな感じです。はい、こんな感じになります。で今ちょっとオールホワイトコーデになってるんですけど、こういう感じですごくオーバーサイズで、後ろが派手で可愛くなっています。で丈はこれくらいで本当に短めで、私で腰ぐらいになってます。でサイズは確か S か M とかだったかなと思います。ですごくオーバーサイズでこういう感じ、まあ、これの服装にも合わなくはないんですけど、ちょっと春っぽいかなっていうアウターで、でもすごく可愛くてお気に入りです。はい、こんな感じで、今ワンピースと合わせてるんですけど、パンツとかと合わせても可愛いかなっていうアウターになっています。でこれはカジュアルにも合うし、スポーティーっぽくも見えて、ちょっと私の持っているアウターの中では珍しいアウターかなと思います。でこれになんか髪の毛今下ろしてるんですけど、ポニーテールとかすると可愛いかなと、あと着方によってはちょっとガーリーな感じにも着られるかなと思うので、ガーリーな服着た時とかにちょっとガーリーすぎるって思った時にこれと合わせると可愛いと思います。はい、ということで2着目はこんな感じのフェンディのデニムジャケットでした。それでは次、はい、ということで次3着目もデニムのジャケットになっていて、ここからディオールのアウター3着紹介していくんですけど、まずはここにかかっているこちらのロゴのデニムジャケット紹介していきます。これも2020年 SS コレクションで、春夏のコレクションだったので、春ぐらいに3月4月ぐらいに買ってもらったものになってるんですけど、全体的にディオールのロゴがたくさんついているアウターになっています。こういう感じで、なのでちょっと中に合わせる服とかはこういう無地のものとかと合わせるって感じなので、あんまりいろんな服に合わせられるってわけではないんですけど、春とかもう今の季節にも着ていたかなっていうアウターになってます。でこれが確か15万円ちょっとぐらいしたかなと思います。こんな感じで、まあ、白でさっき紹介したフェンディのねデニムと同じような感じにはなるんですけど、全然
形も違ってすごく可愛いと思って、これを先に買ったんですけど、後からフェンディのデニムジャケットを買ったっていう感じです。フェンディのやつはすごくアウトレットで安くなっていていいなと思ったので買ったって感じです。これはこういう感じの普通のデニムジャケットっていう感じの形のすごく薄めのジャケットになっています。なので春のアウターとして着ると可愛いアウターかなと思います。このねワンピースとかと合わせても結構着ていたりとかしていたんですけど、ロゴが全体的についてて可愛いなって思ったので買いました。でこのアウターは普通に袖こんな感じで着ても可愛いんですけど、ちょっと袖折ってあげて着てもおしゃれに見えて可愛いかなと思います。でこれも着てみたいと思うんですけど、はい、着てみるとこんな感じです。このワンピースとかともすごくね合うんですけど、こんな感じで白地にゴールドのロゴなのですごく大人っぽく見えてっていう感じのジャケットになっています。はい、これもねもう秋というよりゴールドが入ってるので秋にもいいかなと思うんですけど、やっぱ白なのでちょっと春っぽいアウターかなと思います。でも今年買ったアウターということで紹介してみました。ということで3着目の今年買ったアウターはこんな感じのディオールのデニムジャケットでした。これはお店に行ってめちゃめちゃ可愛いと思ってすごく気に入ったアウターになっています。ディオールはすごく好きで結構買い物するんですけど、こんな感じになっています。ということで次4着目紹介していきます。そして次ディオール2着目になるんですけど、ここにかかっているゴールドのブルゾンです。これは10万くらいとかだったかなと思うんですけど、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、こんな感じでちょっとディオールのロゴとかはあんまりついてないんですけど、小さくここにロゴがついていて、これはなんかこのメタリックな感じが可愛いなと思ってブルゾンにハマっていて、このメタリックな感じにハマってた時に買ったアウターになっています。これも今年の春くらいに買ったので春物になってるんですけど、こういう感じのゴールドな感じですごくこれはねゴージャスな感じに見えるブルゾンなんですけど、ドレッシーな服とかに合わせてもいいアウターになってます。でこれ春物なんですけど、まあ、ゴールドなので秋っぽくも見えるので秋今の季節にも着れるかなっていうアウターなんですけど、すごくメタリックな感じで目立つ感じになってて、これもゴールドって大人っぽく見えると思うんですけど、すごく大人っぽく見えるアウターになってます。でこれは無地のアウターなのですごく柄物の服とも合わせやすい感じになってます。でこれも春もうちょっと暖かくなってきた時に着れるんですけど、袖を上げて着るとおしゃれに見えるっていうアウターになっています。でこれはこういうちょっとふわっとしたフレアなワンピースとかにも合わせられる感じです。でこれも着てみたいと思うんですけど、はい、着てみるとこんな感じになります。ゴールドはいろんな色に合わせやすいかなと思うんですけど、こういう感じです。なんかパッと見ディオールってわからないんですけど、すごくね可愛いアウターになっています。はい、ということでディオール2着目のアウターはこんな感じのゴールドのブルゾンでした。でブルゾンなんですけど、すごく薄くて着やすい動きやすいアウターって感じになってます。ということで次ディオール最後3着目になるんですけど紹介していきます。はい、続いてが一番最近買ってもらったアウターになるんですけど、こちらのじゃーん、ディオールのコーデュロイのジャケットです。でコーデュロイのジャケット持ってなかったのですごくね着ているんですけど、今紹介するアウターの中で一番最近着ているアウターになってます。本当にいろんな服に合わせやすくて、無地にも柄物にも合わせられて、私の持ってる服はピンクの服が多いのでピンクコーデする時とかに着ても可愛いアウターになっていて、逆にピンクじゃなくても合わせられるんですけど、すごく着ているアウターになってます。これはサプライズでもらったアウターになってて、もうめちゃめちゃ可愛くて着ているアウターです。で後ろがこういう感じでディオールのロゴが大きくついているっていう感じのアウターになってて、コーデュロイでピンクなんですけどちょっと秋っぽくて
ょっとダークっぽい感じのピンクって感じなので、そんなにこういう感じで鮮やかな感じではないので、秋っぽく着られる服になっていて、すごくコーデしやすいアウターになってます。でこれはネットで調べた時に12万ぐらいとかだったと思います。でこの形的にはこの紹介したデニムのジャケット、ディオールのジャケットと同じような形になってるんですけど、今の時期めちゃめちゃ着れるアウターになっています。でこれも着てみたいと思います。はい、ということで着てみました。着てみるとこんな感じです。今着てる服だとちょっと白にピンクって感じなので合わないかなとは思うんですけど、これもねまた1週間コーデとかで紹介したいなと思うので、そちらの方が楽しみにしていただけたらなと思います。後ろがこんな感じでロゴがあるっていう感じで、形はすごくシンプルなジャケットっていう感じのアウターになってます。これは今の時期にぴったりなアウターだなと思います。ということでディオール最後3着目のアウターはこんな感じのコーデュロイのジャケットでした。こういうコーデュロイのジャケットは1着持っているとすごく秋っぽくなるしいいかなと思います。ということでここからはモンクレールのアウターになるんですけど、最後4着紹介していきたいと思います。はい、ということでまずはここにかかっているウィンドブレーカーになるんですけど、これを紹介していきます。ということで6着目のアウターはこんな感じのモンクレールのウィンドブレーカーです。これも今年の春に確か買ったと思うんですけど、こんな感じの A ラインっぽくてすごく可愛いウィンドブレーカーになってます。でこれはちょっと薄めのウィンドブレーカーっていう感じなので夏とかも着られるんですけど、今の時期はちょっとあんまり着ないかなって感じなんですけど、こんな感じのすごく形が可愛いウィンドブレーカーになっています。雨降ってる時とかだったら着れるアウターで、これもね結構着ていたアウターになってます。でこれも御殿場のアウトレットで買ってもらったのですごく安くて5万とか6万とか買ったかなと思います。結構安かったかなと思います。こんな感じ、このウエストがゴムが入っていて、これ閉じて着てもすごく可愛いんですけど、私はファスナー開けて着る方が可愛いかなっていう感じで、ここにモンクレールのワッペンもついているっていう感じです。モンクレールのウィンドブレーカーがすごく欲しくて買ってもらったものになってます。モンクレールはなんかすごくダウン着ている人が多いので、こういうウィンドブレーカーもあっても人と被らなくていいかなと思います。で私の持ってるモンクレールのアウターは定番のものとかはあんまりなくて、あんまり買わないようにしていて、でちょっと変わった形を買ったりとか変わった色とか買うようにしています。で今回ちょっと4着だけなんですけど、モンクレールの持っているアウター紹介で全部で10着以上とかあるんですけど、それで紹介しているのでもしよかったら見てみてください。ということでこれも着てみたいと思います。これもすごく薄くて動きやすくて着やすくてお気に入りのアウターになってます。はい、ということで着てみました。着てみるとこんな感じです。こういう感じでフレアな服と合わせても可愛いし、ちょっとタイトっぽい服と合わせても形がすごく綺麗で可愛いアウターになってます。ゴムがウエストに入っているんですけど、こんな感じになってるんですけど、今こういう風に自分で調節しててウエストに絞りたくないっていう時は縛らなくて着てもいいと思うんですけど、私はこの着方が好きでこんな感じで着ています。でこれもこういう風に夏とかだったらこんな感じで着ても可愛いアウターになっています。こういう感じです。すごくふわっとしていて、で閉じてあげるとスタイルもよく見えて可愛いんですけど、ふわっとした形を見せたいので私は開けて着るようにしています。で後ろがちょっと長いって感じで、丈感はお尻が隠れるぐらい、こういう感じのちょっと長めのウィンドブレーカーになっています。こういう長めのウィンドブレーカーはちょっとガーリーな服とかにも合わせられるし、ウィンドブレーカーってカジュアルっぽい感じに印象があると思うんですけど、こういう感じのもあるのですごくふわっとしてて可愛いかなと思います。ということで6着目のアウターはこんな感じの
モンクレールのウィンドブレーカーでした。次7着目紹介していきます。はい、ということで次7着目はこちらの、もうこれは今の季節にめちゃめちゃ使えるかなっていうアウター、これからの季節にも使えるしっていう感じのアウターになっています。まあ、ここから4着全部モンクレールなんですけど、こういう感じのベストになってて、前と後ろにモンクレールのロゴが大きくデザインされているっていう感じで、このデザインとかもすごく可愛いし、ここにバッグ持っていけるんですけど、こういうちょっと分厚めのベストっていうのを持っていなくて、で薄めのライトダウンのベストは持っていたんですけど、これも欲しいなと思って、ちょっとカジュアルな服とかに合わせるときにすごくこういうのがあると可愛いので、これは買ったものを持ってます。ですごく分厚めのベストなので、本当に寒い時とかに着るとめちゃめちゃ暖かくて、でも袖がない分すごく動きやすいアウターって感じになってます。でこの後ろにフードがついてるんですけど、フード取り外して着ることもできるんですけど、フードをつけたまま私は着る方が好きっていう感じになってます。で色がちょっとパープルっぽい、大人っぽい感じのピンクになってて、秋っぽい渋い感じのピンクになっています。でちょっと今回紹介しないんですけど、ライトダウンのベストも結構使えて、このここにかかっているのも後で紹介するんですけど、これもちょっと分厚めなんですけど、こっちの方がすごくダウンの量が多くて分厚めかなっていう感じで、テカテカした感じなのでカジュアルっぽい服に合わせた方が可愛いかなっていう。でライトダウンの方はちょっとガーリーな服とかに合わせても寒さ対策として着ても可愛いアウターで、同じベストなんですけどすごく使い回しできる感じなので、いろんなデザインはベストを持っていてもいいかなと思います。でベストのいいところがすごく動きやすいのにあったかいっていう、真冬とかはちょっと寒くて着られないかなと思うんですけど、重ね着して秋とかに全然着られるのですごくいいと思います。でこれも着てみたいと思います。はい、ということで着てみました。着てみるとこんな感じになります。はい、いつも買うサイズよりちょっと小さめなんですけど、普通に着られる感じになっています。で逆に丈が短めなので、なんかあんまり丈が長めだとあったかかったりはするんですけど、意外とスタイルが悪く見えちゃったりするので、こういうショート丈のアウターとかはこう私持っているのを紹介したと思うんですけど、すごくスタイルもよく見えていいかなと思います。こういう感じにすごくボリュームがある、これはなんかスウェットとかスウェットワンピースとかと合わせると可愛い感じのアウターって感じで、今着ているコーデにはちょっと、まあ、合わないことないんですけど、逆にカジュアルな方が可愛いかなと思います。こんな感じで後ろまでデザインが入っていてすごく可愛いと思います。これもね、去年のデザインのものなんですけど、なんかベスト以外にもそのダウンとかもあって、このデザインがすごく可愛いなと思って買ったものになっています。で帽子をかぶってみるとこんな感じで、こんな感じになります。すごく寒さ対策にもなってめちゃめちゃいいかなと思います。これ1枚着るだけで、ね、意外とあったかくてベストはめちゃめちゃおすすめです。ということで7着目のアウターはこんな感じのモンクレールのピンクのベストでした。最後にもう1着ベストあるので、ぜひ最後まで見ていてください。ということで次8着目紹介していきます。はい、ということで次残り2着、8着目はこちらのライトダウン紹介していきます。こんな感じの薄ピンクのショート丈のライトダウンになっていて、このライトダウンはこれからの季節にもめちゃめちゃ使えるし、春とかに着ても薄ピンクで色が可愛いのでパステルっぽい感じなので着れるっていうアウターになっています。これも今年のもう春くらいに買って、3月くらいに買ったと思うんですけど、そこからあんまり着ていなかったんですけど、今これから着たいなと思っているアウターになっています。このアウターはライトダウンを持っていなくて、ベストのライトダウンを持っていたんですけど、こういう本当のライトダウンを持っていなくて、欲しいなと思って探していた時にこれがあったので
買ったっていう感じのアウターになってます。でこれはショート丈なんですけど、ちょっと腰が隠れるぐらいでそんなに短すぎず、ちょうどいい感じの丈感で可愛いアウターになってます。で色がすごく気に入っていて、こういう薄ピンクですごくパステルっぽいので可愛いなと思って気に入って着ているアウターになってます。でこんな感じで巾着もねついているんですけど、ライトダウンはすごく着やすくて、ちょっと真冬とかは寒いかなと思うんですけど、でも全然結構動くので着ているとあったかいんで、真冬とかにも着られてすごく動きやすいしいいと思います。逆にこういう分厚めのアウターだと動きづらかったり、お店の中入ったりするとすごく暑くなっちゃったりするので、こういうライトダウンも秋から春までとか全然使えるので一着持ってるといいかなと思います。でライトダウンは前は持ってたんですけど、ちょっと着れなくなっちゃったので新しく買ったっていう感じで、色がお気に入り でこれもね後ですごく可愛いので着てみるんですけど、ここがウエストなんですけど、紐でキュッとすることができて、そのままストンとした感じで着ることもできるんですけど、ウエストがキュッとしているのでファスナー閉じて着るとめちゃめちゃ可愛いアウターになっています。これはすごく有名な形になっていて、よく着ている人もねいるんですけど、こういう色はあまり着ている人いなかったので買ったっていう感じです。で今年はちょっと長めのライトダウンも欲しいなと思ってて、去年から欲しかったんですけど、ちょっとこれを買ったので買わないでいたので、今年はそれが欲しいなと思って今ね買おうかなと思っているところです。でさっきちょっとこの値段言うの出ちゃったんですけど、これが5万円ぐらいとか6万円ぐらいとかで、これが12万ぐらいとかで買ったかなと思います。この形はすごく着ている人も多くて、ネイビーとか黒とか白とかよく見かけるんですけど、ぜひチェックしてみてください。これのロングバージョンとかもあるんですけど、私はショート丈がいいなと思って、ロングバージョンはちょっと違った形が可愛いなと思っているものがあって、ショート丈を買ったっていう感じです。で着てみたいと思います。これはねまだちょっと季節的に早いかなっていう感じなんですけど、着てみるとこういう感じです。でこんな感じでちょっとこれサイズが大きかったんですけど、こんな感じになります。なのでジャストサイズで着るとすごく可愛いんですけど、このウエストを絞ることができるので、このサイズでもいいかなと思って買ったっていう感じで、もうちょっとウエスト絞ることもできるんですけど、こんな感じになります。今着ているこういう服とかともね、冬に合わせて着ても可愛いんですけど、冬ってすごく暗い色とかが多いかなと思うんですけど、こういう明るい色も可愛いと思います。こんな感じ、ライトダウンなのですごく薄くて軽くて歩きやすいし動きやすい感じになっています。こういう感じです。でファスナーがダブルファスナーになっているので、いろんな着方ができるかなと思います。後ろはこういう感じで、後ろもちょっとキュッとしてる感じになってるんじゃないかなと思います。ということで8着目の今年買ったアウターはこんな感じの、今年の冬に買ったものになるんですけど、ライトダウンでした。ということで次最後10着目紹介していきます。はい、ということで最後10着目、こちらのこれまだタグついてるんですけど、こういう感じのベストになっています。これは色が黒なんですけど、すごくカジュアルな感じで可愛いベストかなと思います。でちょっとライトダウンとかではないんですけど、薄めのベストになっていて、これもねちょっとこれとは違った感じで可愛いかなと思って買ったものになってます。モンクレールのアウターはピンクとかが多くて、ちょっとこの色は珍しいんですけど買ってみました。黒もねなんかオールブラックコーデとかしても可愛いかなと思ってちょっと買ったんですけど、今年の冬秋これから着たいなと思っているものになっています。ここにロゴがついててすごくなんか今っぽくて可愛くて、でこういうロゴとかがちょっとスポーティーっぽいので、スポーティーなものと合わせても可愛いかなと思います。ハイブランドのロゴがついているものってハイブランドと合わせるとごちゃごちゃしすぎちゃうので、まだ合わせ方とか決めてないんですけど、こういう感じのアウターになっています。はい、でこれが
これも夏ぐらいに買って8月ぐらいだったんですけど、10万ちょっととか12万ぐらいとかだったかなと思います。これもねちょっとタグついてるんですけどね、着てみたいと思います。でこれはちょっと丈が長めのベストになっていて、着てみるとこういう感じになります。はい、これはオールブラックコーデするときに着たいなと思って買ったものになっています。こういう感じです。こういう感じになります。で後ろがこんな感じです。で普通のダウンとかだとなんかモコモコしたものとかニットとか厚着したりした時とかにちょっとモコモコしすぎちゃうので、そういう時にこういうベストとかでなんかニットとかで合わせるとすごく厚くなりすぎずモコモコなりすぎず可愛いかなと思います。ということで最後10着目の今年買ったアウターは結構これも最近8月ぐらいに買ったものなんですけど、こんな感じのダウンベストでした。はい、ということでこんな感じで全部で9着紹介していったんですけど、この他にも全アウター紹介っていう動画をやっているので、その動画では倍くらいは普通にあると思うのでぜひそちらの動画見てみてください。あとモンクレーズの全アウター紹介も見ていただけたら嬉しいです。でまたね今年欲しいアウターがたくさんあるので集めていきたいなと思っています。なんかアウターってすごく私買っちゃうんですけど、可愛いと思うものが多くて結構アウターばかり増えているんですけど、洋服よりアウターの方が多いんじゃないかなって感じなんですけど、こんな感じになっています。ということで今回は今年買ったアウターを全て紹介してみました。もう今の時期綺麗なアウターとかもあったと思うんですけど、いかがだったでしょうか。で今回は今まで今年買ったアウターを紹介していったんですけど、また2ヶ月あるのでまたねアウター買ったら購入品紹介とかで紹介したいと思うので、ちょっとダウンとかあと今欲しいと思っているものがモコモコしたちょっとフリースっぽい感じのあったかいアウターよく着ている人いるじゃないですか。でそれが欲しいなと思っていて、それがちょっといいなと思っているものがあって、そういうものも欲しいなと思っているんですけど、ちょっと買ったらまた紹介したいと思うのでぜひ楽しみにしていてください。去年もこんな感じの、ね、企画として今季買ったアウターを紹介したと思うんですけど、今年も今年買ったアウターとして紹介してみました。また来年の冬とかまでアウター増えると思うので、またアウター紹介やるかなと思うのでぜひ次回の動画も楽しみにしていてください。ということで私の動画ではこんな感じでハイブランドのもの紹介だったり購入品紹介、Vlog、いろんな動画を毎日平日は17時、土日祝日は朝8時に動画を投稿しているので、チャンネル登録まだ済んでいないという方がいたら、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしてから行ってください。ということで今回も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひ次回の動画も楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。